はい、おはようございます。今日はですね、ちょっとね、このラブ組んでね、高速走ろうかなと思って、バイク出してきたんですよ。だね、今日なんかね、気分が乗らないんですよね。で、どうしようかな、出かけるのやめようかな、どうしようかなって、こうなんか躊躇しながら出してきたもんで、未だにちょっとまだ悩んでるんですよ。行こうと思ってる場所はあるんですけども、高速使ってね、どうしたもんかなということでね、悩みながら今バイク乗ってます。っていうことで、バイクもね、このダブルがね、気持ちよくこのバイクでこう走るところまでね、行くのにやっぱり高速使わないと、なかなか下道だと、そうだな、まあ2時間近く、高速使っても1時間半ぐらい経っちゃうんですけど、まあぐらいのところに行けばね、いわゆる299号線とかね、飯能とかさ、秩父とか、あっちの方まで行けば、気持ちいい道はあるんですけど、2時間ぐらいかかるんですよ。ここから川口だとね。それでまあ、なかなか躊躇しちゃってて、で、どうしたもんかなって思いながら、今ちょっと高速の乗り口に向かってるんですけど、前回ちょっとこう動画でも言いましたけど、ブイストの650ね。で、これ、まず、初めにちょっとお断りというか、まあ、私の現状の事情から一応説明しておきますと、例えばですよ、このダブル800を下取りに出して、じゃあ V ストロームの650を買うって、もしなった時に、金銭的な余裕とか、それから、そういったものは全く今、まあこのコロナの時代でね、ないわけですよ。で、万が一そういうことになった場合、当然のごとく、ローンを組むしかないので、そんな右へ左へちょっとこう、バイクを買い替えるっていう余裕は全くないのでね。なので、まあいくらこんなこと言ってたって、実際現実問題じゃあ買うかって言ったら、現実問題買えないんですけども、とはいえやっぱりね、この間からちょっと気になっちゃってね、ブイストがね。ところが、じゃあこのダブル800はどうなんだって言った時に、まあ今日もそれでこうちょっと出してきたんですけど、このダブル800が、またやっぱりね、この所有感というか、この存在感というか、この車両を見ちゃうとね、いいなーって思うわけですよ、これが。で、確かにね、乗り心地っていう面で言うと、乗り心地は良くないです。良くないっていうのは、良くないっていうとまた語弊があるんですけど、古いタイプのやっぱりこのバイクなので、まあこのベベルギア、まずはこのベベルギアですよね。ベベルギアなんてものがついてるので、このちょうど私この膝下あたりにこのベベルギアの頭の部分が右足当たるんですけど、これ今の冬の時期はいいんですよ、全然問題ないんですけど、まあ、春から秋にかけて、特に夏、もうやけどなんですよね、低温やけど。だからこう股をさ、こっち側だけこう開いて乗るしかないぐらいの暑さなわけですよね。それとあとはこれ今、2800回転ぐらいで、80キロぐらいで今走ってますけど、このぐらいの80キロぐらいの速度だと、なんて言うんでしょう、振動もね、まあ少ないんですよ、この
ぐらいだと。ただこれ3000、今これ3500回転ぐらい、この辺からもうね、腕はもちろんお尻と足にこの振動がビリビリくるわけですね。でこれパフォーマンスナンバーつけたので、振動は軽減されているんです。これでもだからまあ元々はもっと振動があったように記憶してるんですけども、まあただそれもね、要はだから、このバイクで 100キロ以上のスピードで巡航っていうのはちょっと厳しい気がするんです。ちょっと今スピードを上げてみましょうか。これでね今3800回転ぐらいですけど、まあちょっと今日はね風が強いんで振動よりも煽られるのが怖いですわここ結構風が強いんでね。でこのぐらいのスピードで3500回転ぐらい、まあまあこの辺まではね全然 OK です。余裕ですね。こっから先がちょっとしんどいけど、実際問題100キロ走行高速してて、ちょっと追い越しかけるときって、まあ、120、30ぐらいは一瞬で出すじゃないですか、追い越しのときにね。そのときが、まあ、ちょっと辛いかなっていうぐらいかな。この辛いって別に辛いわけじゃないんですけど、エンジンはまだ余裕があるんでね。うわ富士山、うわすげえ、ここ富士山ビュースポットっすね。でかいな富士山、ここビュースポットだな。これ映像だとそんなにでかく見えないんだよな。あ隠れちゃった、もうそうなんだよね。まあそんなんでね、今これも4000回転ぐらいまで今行ってましたけど、まあ全然気にならないんですよ。だから高速道路はそれこそ朝日風防とかつければね、当然風も来ないし、いいような気はするんですね。でましてこのスタイルじゃないですか。そうするとね、この一度この手に入れたこの W800 を手放す気になれないんですよね。要はだから V ストロッパーは欲しいけど、このダブルと入れ替えで V ストロッパーはちょっと嫌だなっていう、そこがね一番の悩みどころだったら買うなって話で終わりなんですけども、ほらなんかさっきのが富士山でかく見えたような気がするじゃないですか。あれ対象物の違いなんだろうな。こう対象物がないとそうでもないんだけど、対象物があると富士山ってでっかく見えますよね。うわ今日こんな富士山綺麗に見えたわ。ああいや綺麗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 、素晴らしい、ああ素晴らしい素晴らしい素晴らしいじゃないですか。あやっぱりこう出てくると、あ出てきてよかったなと思いますね今日もう朝寒くて、寒すぎてもう行くのやめようかと思ってね、珍しく家で2時間ぐらいうじうじしてたんですけど、やっぱ出てくれや出てきたで気持ちいいな。やっぱりダメだね、家にうじうじしてたらダメっすね、出てこないと。でね、そうなんですよ。だからね、ちょっとこうこの今回のこのちょっとこのなんていうんですか、V スト問題に関しては、いやなかなかにね、なかなかにこう厳しいものがありまして、今までこのダブル買った時とか、まあその前の Z900 もセローもそうですけども、欲しいのが先行っちゃってたんですよね。当然だから買い替えるわけですから、今乗ってるバイクがちょっとこう物足りない部分があったりとか、まあ不満があったりとか、それから Z900 に関しては乗り切れないところがあったりとか、そういうところからこう買い替え、こういうバイクがいいな、ああいうバイクがいいなっていう思いで買い替えてきたんですけども、今回に関しては
このダブル800の不満、そのだからさっき最初に言ったようなそのなんていうんですか、古いタイプのバイクなのでいろんなそのね、このベブルギアの問題とかありますけども、それをひっくるめてこのダブル800なので、そしてこのスタイル、このあのなんていうの、この振動感とかね、これがダブル800なので、それに対して、不満があるから買い替えようとは思わないんですよ。思わないんですけど、この間乗ったブイスト650があまりにも良くて、そこで悩んじゃったんですよね。困ったことに、まあセローもね、結構ロングいけちゃうんで、あれ楽だから、いいんですけど、福島ぐらいだったらね、全然疲れもなくいけちゃうんですけども、まあブイストだったらもっと楽だろうなとかね、こうなんか思っちゃうんですよね。で本当にね、ここ2週間ぐらいいろいろ考えてて、あの一瞬ですけどね、え、じゃあセローの代わりにブイストなんて考えたこともあるんですけど、まあ、それはないですよね。もうだと、林道行けなくなっちゃうんで、そうなるともう選択肢としてないんですよね。もう3代目みたいな話になっちゃうんで、だからまあそんなわけで、ちょっとブイスト問題に関してはいろいろ前の動画でね、いいとか言ってましたけど、まあここで一つ一応終止符というか、一旦ここで話をもう終わりにして、V スト650は一旦ちょっと冷静になって、一回白紙に戻すといったようなね、まあそういうちょっとこの自分の中で意味合いもあって、今日はダブルでと思ってダブルでこう出てきたんですけれども、まあそんなことです。はい、まあ、ブイストに関してはこんな感じなんで、また何か進展がありましたら、その時はまたお話ししたいと思います。はい、以上です。